ありがとうございます。マシュカ主題、今日は多勢に出てということで、大勢の人数よろしくお願いいたします。なんと今日はですね、みんながそれぞれ普段修練を鍛錬を行っている、演舞の方をここでみんなにご披露したいということで、集まりました。皆様どうぞ短い時間でありますがお付き合いください。続きまして登場いたすのは香炉戦国。なんと今日は遠くから小諸から、小諸戦国武将隊の、かっちゃんこと、我らが沢田信之が参ってでは、かっちゃん、今日何するんだ。今日は鎖鎌で鎖鎌刺さないように頼むね。で、お相手するのは真田家忍者部隊の統領、井出浦正助でございます。忍者部隊ということでですね、ちょっと変わった武器、鎖鎌ですね、ご披露したいと思います。先ほど練習して見ておったらちょっと刺さりそうなんで、それだけはくれぐれも入らぬようによろしくお願いします。では、参らん。ちなみにこの2人は今日は初めて手合わせをしてここまでできると素晴らしい。ありがとうございます。かっちゃんどうぞ。じゃあ、これで終了でございます。じゃあまた次の活躍をよろしく。では続きまして、三十郎、お主の出番じゃ。真田家随一の槍の名手、矢沢三十郎でござる。それがしは矢沢三十郎と申します。知っている人は知ってるが、知らない人は全く知らない存在でございますが、実は後ほどこの真田家十万石の筆頭家老になります。つさなきばらとなれど、我が真田に伝わる槍の舞を一枚ご覧に入れまする。どうぞご賞覧くださりませ。入る。
まだ10分ぐらい後ほどの。では最後に、拙者、真っ白甲冑隊真田昌幸でございまするが、普段あの拙者はあの富山流ヤイドというのを習っておりまして、まあ、そちらは一撃必殺の、立ち合いということでやっております。まあ、この甲冑隊に入り、非常にそのやっぱり盾というのが大事であるということで、まあ、本来はなかなか皆さんにお見せすることはないでござるが、まあ、その富山流の方を何本かご披露いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。大音の真田昌幸公による演舞にございました。お、かたじけない。ところで三十郎、なんか次の団体がまだ来ないということらしいまあ、ということで来るまでなんかしろということかなということで、いつものこれのじゃんけん大会をやろうかな。景品どこやったかな。景品赤い袋、赤い袋もう時間があれば何か、時間がなければ何もしない、それが我らの甲冑隊だからなおな、何が景品がいいかな今日は。なんか見たことのないキャラクターも出てきた。お、それはカオロ殿、こちらへ来い。あ、いつだったかな、考案されたのか。ちょっと皆さん、そばに、これはオリジナルキャラクターマッツさんになります。これはこの河原綱家が手作りで作った豊作の神様です。ではこれをかけてじゃんけん大会やるかのはい、じゃんけん大会やりまする。もちろん1個じゃん、では皆様、お付き合いください。よろしくお願いいたします。なんだ、三十郎が体また張ってじゃんけんやるわ。あ、じゃあこの三十郎が、体を張ってじゃんけんをいたすので、皆様、三十郎と勝負していただきます。できれば皆さん足が立ってちょっとそばまで寄ってお願いいたします。お付き合いください。どうぞお願いいたします。これからグーチョキパーで分かれていただきますのでね、よろしくお願いいたします。じゃあルールを説明しよう。なんだ、じゃんけんポンと言います。でまず三十郎は後ろを向いておりますので、そしたら皆様がグーチョキパーで分かれていただきます。でそれでじゃんけんポンと言ったら、三十郎がこちらバッと向くと。でちなみに三十郎大丈夫かまだ大丈夫だあ、そうか、じゃあ三十郎のグーは何じゃ。まあ、じゃあ今日は無理しないとこ、手にしとこう。では参らん、では参る。三十郎じゃんけん、三十郎後ろ向いてる、ね、はい、じゃんけんぽい。はい、手を高く、はいはいはい、全員か迷い察してくだされ、迷いあ、では参らん。はい、三十郎じゃんけん、じゃんけんぽい。おー、あいこおお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 
一瞬にして勝負ついてしまったの。じゃあ次何やろうかな。何が出るかな。おあ、もしかしてこれは六文戦じゃん。今の六文 GO というなんかポケモン GO みたいなのが今真っ白にいっぱいパタパタっていうのは、1500円お店で1個買うと1個、1500円以上お店で買うとこの六文戦の1問もらえるそうです。でこれが6つ揃えるとなんだ、シートになるそうです。6回買い物させるという、あの真っ白だけじゃなくて長野市でやってるそうなので、でそんな6個抽選もする六文戦も今日お番組前で皆様にじゃんけんで上げてしまうかと。じゃあもう一度帰りませんか。いいですか。今どこか見た方も大丈夫ですか。これちなみにあの本物の古戦でございます。見てみて。あ、じゃあ主ちょっとそっちで皆さんに回して見せてまいるね。お、やっと次の舞台がやっていただく、参ったな。では、じゃんけんされる方は前の方へお越しくださりませ。ぜひぜひ。本物の、開演通報でできております。その場でいいですか。その場でいいです。じゃあ皆様、大変なのでその場で、参加してください。で、三十郎、後ろ向いて やりますので皆さん見えてませんが、三十郎、こっち見た瞬間に出すのを変えないように、それだけはお願いいたします。ああ、ではそういうことで、三十郎じゃんけんいきます。じゃあ皆様、腕を高く上げてくださいな。よろしくお願いします。ではじゃんけんぽい。はい、そのままでお願いします。では三十郎じゃんけん、じゃんけんぽい。パー、チョキの人の勝ち。チョキの人、チョキの方そのまま手を挙げてください。お、結構いましたね。 1,2,3。 お、申し訳ない、アイコはなしで、もう片付けない。説明遅くなりましたか、申し訳ない。5名ですね。8名。いいですか、縦上げてください。はい、じゃあそのまま上げたまま次のじゃんけんいきます。では三十郎じゃんけん、じゃんけんぽい。では参ろう、三十郎じゃんけんぽい。はい、初期の方。あ、全滅か。じゃあもう一度最初からリセットして参ろうかな。じゃあ全員もう一回参加だ。はい、もう一回最初から負けた方ももう一回大丈夫。お、では参らん。三十郎じゃんけん、じゃんけんぽい。入ってよ、宝かい。じゃあ三十郎、じゃんけんぽい。チョキ。グーの方。1,2,3,4,5,6,7名。あ、では参らん。三十郎じゃんけん、じゃんけんぽい。じゃあじゃんけんぽい。グー。パーの方。あ、ちょっと3人になりましたね。ちょっと前での方に出てきていただいてよろしいかな。せっかくなので。さあ、大変貴重な品をかけてでございますので、ね、3名の方よろしくお願いいたします。あ、もしあならばちょっと刀持ってるのをこっち持ってまいる。みんなでここで切り合って、それで勝負を消していただくのも。まあそうはいかんのでね。では最後の勝負になるかな。では三十郎じゃんけん、じゃんけんぽい。では参らん。三十郎、いざ勝負、じゃんけんぽい。三十郎一人で負けておるじゃないか。すごいですね。一人で負けておるじゃないか。時間はまだ大丈夫かの。そろそろでございます。じゃあもう一回、三十郎に誰かが勝つみんな。では参らん。はい、じゃんけんぽい。よし、三十郎、じゃんけんぽい。あー、二人になった。あ、よし、もう時間もあれだから特別にもう一つ。お、決まりで。おめでとうございます。お、インタビュー、じゃあ拙者無理だな。よいしょ。はい、じゃあ感想どうです。嬉しい。山尾ひろゆき、2匹、5年生。
いや素晴らしいのをいただきましてありがとうございました。やっぱり天気が良かったですねどうもありがとうございます。北村と申します。ではちょうど時間もよろしくなりましたので、じゃあお二方と一緒に勝ち抜きを挙げて終わりに出そうかの、皆もご賞をお願いいたします。では参らん、勝ち抜きじゃ、えいえい、おー、どうもありがとうございました。撤収じゃ。松代甲冑隊の皆さんでした。今一度盛大な拍手をお願いいたします。見事な演舞をありがとうございました。